とりあえずサラダでしょ、ユッケでしょ、うわこれもう何人分頼むの。黒トリュフユッケ、まあ注文はもう俺が全部、あのうまそうな、うまそうなやつを、うまそうな軌道処理を、うん、押してました、そう押してたからね、うまそうなやつでテレビでよう見てるやつを順々頼んでいこう。これ新メニュー、初この油がね、うん、そう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 、ガーリックライスもうまうまい、うん、一口カレー、うわーやばこれ一回じゃ食い切らんな。でも5人いるから、まあまあチョコチョコ頼んでな、一人前とかで頼んで、うん、そうね、つまんでもいいから、うん、どれ全部食べる、マスタード、マスタード、お塩、うん、これ一旦4枚でいきますか、うん、まあ、ゆっくり4枚でいいじゃん、時間かけて庶民に焼肉しました、全部いくと思いました、もうね、乗せる時乗せる時切り際じゃない、内側でこう、うわタン、タン食いたいな、早くな、タン、美味しそう、タン、お疲れ様です。お疲れ様。うん。あ、すいません。もう。あ、生か、生。うん。生、生そのまま食べる。生。はい。お疲れ様です。はい。もう来へんかな思って、だいたい、だいたい4人分しか頼んでないからさ。本当ですか。もう入っていいかな。できた感じ。もうこれもう最後、最後の肉。もうそう。もうお腹いっぱいになった。やば。あとでもあれは冷麺ぐらいは頼まるからお前。こちらが極みターン、極みターン、これやばいですね、上ハラミ、上ハラミ、はい、OK、大阪帰られたんですか。帰ったよ、うん、京都行って、はい、で、ん？二条城っていう、うん、うん、あ、知ってる、修学旅行です、あ、行った、二条城、あれ天然記念物じゃなくて、なんか守られてるのよ。世界遺産、あ、はいはい、世界遺産のあたりとね、プロジェクトマッピングで、お城の縁石のところにプロジェクトマッピングで花火、わあ、そうそう、お城に花火当てて、旅館旅館、もう一棟狩りみたいな、そのミラみたいな、あ、そう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 、うん、もう一つの部屋に露天と普通のお風呂とみたいなのがあるみたいな、もうで翌日 USJ 行って、あ、USJ 行ったんですか、うん、USJ 行って、うん、あ、面白かったな、いろいろ混んでました、USJ ガラスキスキー、うんうんうん、空いてるんですか、空いたな、20分待ち帰ったもんな、上手とかも、うん、それ乗ろうと思ったんやけど怖いからやめた、え、俺怖くないらしいの、そう、なんかふわっとかしないらしい、マジで、その前にちょっとライトな方のジェットコースター乗ったらやばかった、ライトの方のジェットコースター、うん、社長ダメなタイプですか、いやこれ何がおもろいんかな分からない、マジもううわ、いやもう俺どうにでもなれと思ったもん、お笑いなあはははみたいな、バカになった、もうどうでもええわみたいな、うん、上手の方が怖いって言います、上手の方で怖ない怖ない全然怖ない、なんかふわって感覚は上手の方が多いみたいな、ないない上手ゼロや、あれ行ってませんでしょっけ、船に最後落ちません、あ、上手じゃないわ、あれジュラシックパークすいません、うん、それ恐竜滑りや、そう、うん、やっぱタンをもっと食いたいな、タン美味しい、うん、そうやね、
スイカもダメ。ダメ。スイカダメなんですか。いやダメやろ。マックス3人前みたいな感じで。そうなの。で一番儲かれへんやな多分。あ、そうね。一回値上げしてたもんなだから。あ、そっか。うん。今年の2月ぐらい。今年2月3月。すいません言ってたもん。俺全部 YouTube 見てたから。でも予約ちょっと俺今日も見とってんけど、結構空いてんな。もう普通に取るようになってきたじゃん。じゃあ4枚これ各4枚あるんで、毎回じゃあ座布団じゃんけんします。1人が落選します。はい、いきます。はい、勝ちですよね。勝った人が食える。いくで、最初はグーじゃんけん、はい、アイコで勝負。うわせやん。気まずいです。めちゃくちゃ気まずかった今。座布団大好きやのに。座布団大好きやのに。じゃあ、じゃあ、トモ三角のじゃんけんしとこう、はい、最初はグーじゃんけん、ほい。最初はグーじゃんけん、ほい。やばいやばいやばい。俺一個も食われんと終わる可能性的だ。やばい。今、喋れなくなる。サーロインなんか残しときますよ、まだ。いや、サーロインももうじゃんけんやな、どうしよう。これお前らちょっと食い終わるまで待っとくか。あ、その代わりユッケ、ユッケはもう俺一人で二つ食う。その代わりもはやいい、もはや、まあ、1個俺食うわ、1個俺食うわ。1個俺食う。あと1個お前ら4人で分けろ。そんなことあるなあ、4人じゃなかった。これムービー撮りたかった。いや撮れてるよ。そんなことあるかぐらい負けていたって。はい、ちょじゃんけん負け倒したんで1人でユッケいただきました。これな、それからお前ら何やねん、座布団とお前三角あげるかな。まあ後で俺もう一回頼むって言う手もあるけどな。単だけですか、その通常指定は。うん、けどもう売り切りだしとかあったな。宮迫なんとかとか、ユッキー早めに食った方がええで、生もんやからこれ。あ、うま、明日みんな体調不良な。うん、うん、あ、うまっ。これ初ユッケか、お前。何食うてんの。渋谷初だったんですけど。渋谷初やで、降りたのマジ。そんな人おんねや、今、日本国民で。ちなみに、六本木も関東でしょ。そう、関東やで。関西人だと分かるけど、すごいね。あ、それ東京人に言ったら怒るで、埼玉人なんかに言われたら。じゃあ埼玉の魅力を3つ言って。埼玉の魅力ですか。うん、対決しよう、みんなの地元と。あ、食べてる。埼玉の魅力か。うん、それも結構ちょっと離れれば中にいる。そもそも田舎やんけ。まあまあ大都会の東京に比べたらっていう、それがいいかな。で、あ、こっちの電波遅れた。え、こっちの電波が新宿。どこと比べていいの。埼玉そんなに良くなくない。だって縦に一本長いのがあるだけやろ。池袋がなかったらどこにも着地できへんよ。できないですね。大宮ぐらい。まあ、言われてみたら埼玉そんなにいいとこないかもしれない。やばい。終了。攻めてる。終了。攻めてるみたいな。もういいですじゃあ。地元の魅力言え。じゃあもういいです。でもかもなくかもないところがいいと思う。東京はかもなくかもない。え、お前はどこ？出身です。うん、八王子です。っていうことは、はい、八王子が東京ずらすのに俺ちょっと、あ、本当ですか。うん、もう東京
でも正直言うと、うん、毎回スカイツリー見ると終わったよね。じゃあ、狙う。じゃあ、新宿に行くときに、はい、ジョモのやつに、はい、どこに行ってくるわっていう、東京行ってくるわっていうよね。え、言わないよ。全然新宿行きますって言うんですよ。ほんま。全然東京行ってくる。ちょっと頭おかしいじゃないですか。東京にいるのに東京行ってきますって言うんですよ。これね、今たまたまお前そうやけど、他のやつらは 80% あの新宿行くのに東京行ってくるって言うねんで。八王子のやつら、八王子見たか、はあ、吉祥寺、あ、そうそう、東京行ってくるって言う。そうなんです、うん、俺のデータ上横浜的な感覚で言うんですか。もう大まか、いや、もう東京じゃないっていうことを認めちゃってるってこと。あ、自分たちですか。あ、それは認めてますよ。東京23区23区外は東京じゃないですか。そうだね。だって東京行ってくるわ、行く、東京行こうっつって、初時間やん。え、埼玉の人で東京行ってくるって言うの。いや、どこどこ、もっと絞るわ、上野とか。う、なんで上野がそんな好きなの。間違いない。え、美術か。あ、上野いっぱいあるの。なんか駅前に西洋美術館と東京都美術館、そこが好きで。そうなんや。うまユッケじゃん。ユッケじゃん。ユッケだよね、これ。うまい。で、味変でちょっと半分食うたら。うまいか分かんないけど、うまいか。いや、だって初ユッケでしょ。そう。いや、これ分からへん。分かんないですよ。うん、初めて食うたら分からへん。なんだろう、これ。そうそう、生肉食ってるな。やっぱ動物みたいな。うん。だからいろんな、やっぱいろんな食うていって、やっぱ3回ぐらい食うて初めてこう、あそこのうまかったってこと分かってくる。本当ですね。うん。来ましたよ。こんな美味しくない。そうそう。まあ店による、店による。うん。ある程度美味しい、高いところ。もっと肉の味ゴリゴリするとこもあんもんな、なんか肉々しいところかな。あとはもう好みやからさ、結局。サーロイン関係します。そうね。あ、食っちゃった。お前の甘くないんだよ。あります。じゃあ行くよ、最後、はい、最後っていうのまだ頼んないよ。俺負けたら俺も頼むわ、もう一回さらでもう一回じゃんけんでもいいから。最初はグー、じゃんけん、ほい、はい、勝負。最初はグー、じゃんけん、ほい、はい、こうでしょ、はい、こうでしょ、はい、こうでしょ、イエーイ、いや、ほんま。いやでもむしろ俺が負けてたらもう一回頼んでたよ、それ同じ皿。ユッケ食べそう。いやむしろユッケの方が当たりかもしれない。ユッケ美味しいですね。ユッケうまい。ガーリックライス2つとこれをもう一回ください。こちら1人前、これ1、3人前3人前です、うん、かしこまりました。うん、ドリンクがスーパーレモンサワー、はい、すごい。あ、宮迫入ってありましたっけ。あ、サコハイございます。あ、サコハイください。サコハイスーパーレモンサワーと盛り合わせとガーリックライス、うんうん、あら、あるなんか赤身、あ、すいません、はい、赤身3種盛り合わせもください。はい、これに加えて赤身3種、うん、これもじゃあ4人前、あ、4人前で、すいません、両方4人前で、うん、全部じゃんけんじゃん。自分が負けるとは思いもしない。え、あれ、飛んで埼玉見た映画。見てないです。なんで見えへんの。めっちゃおもろかったよ。うわ、シャリ構えてるわ。埼玉で、埼玉でシャリ構えてる。ダ埼玉と千葉の戦いで。千葉めっちゃおもろかったで。あ、そういうあれなんですか。そう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 。で、ダ埼玉代表、狩矢崎
チャチャチャになんか壊したけど、だからそういうな学童とかなんかこう戦うね、あの河川敷みたいなところでさ、めっちゃお笑けるね。お笑い感強い映画。もうほぼお笑い。そう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 。もうお笑いですパロディーね。めっちゃ重かった。0.5 ラブストーリー入ってます。埼玉県民はみんな見るんじゃないか。いやもう多分埼玉千葉茨城とかみんな見るんじゃない。めっちゃおもろいと思うで。群馬とかでも見ると思うんですよ。ちょっと群馬見る？ちょっと入ってます。あ、群馬入った？そう。だ埼玉っていうのが面白いよな、なんかな。東京、神奈川には全部入れられてる。群馬一番好きだ。でも埼玉 GG の映画やもんな。そうですね。埼玉県民って無料で見れるんだろうな。なんかいっぱい呼び方あったやん。映画の中でダサい玉、チンコ臭い玉とかさ、なんか悪口だ。そう、悪口ばっかり。最後にめっちゃ面白かった。そうそう、めっちゃ面白かった。形容される言葉に全部埼玉。そうすごい、うん、それを千葉と茨城が必死に戦うみたいな。千葉が意外に弱いっていう。千葉良かったっけ、うん、あの中では強かったですけど、うん、埼玉問題。じゃあ埼玉問題出してみる。埼玉問題むずい。問題むずいな。あ、むずい。ないやろ。ないっす。大阪はいっぱいあんねん。例えば阪神甲子園球場は何県にあるでしょうか。あ、どうしてるの。いや、それ結構いいの。何しろ負けじと負けたくなかった。じゃあもっと難易度上げようか。なあ、関西問題、はい、横山やすしは摂津何中ですか。違うから、あいつまではもらって何中か。何中だけ。数字5ブー4でした。惜しい4中でした。じゃあね、あ、いい問題だ、思いついた。本田圭佑は摂津何中ですか。でも摂津多いな。でもこれ4だと思うんです。読んでいきましょう。あ、まあまあ正解。まあまあ。途中で引っ越した。2から4に引っ越しました。どっちがメイン？まあ基本子供の頃は2。俺同じ幼稚園から。はい、次の問題いきます。鈴木紗理奈は摂津何中ですか。いや、多分紗理奈的に摂津です。紗理奈的に。まあ7。そんなある？5までしかございません。そんなある。いや、もっとなんか何中ってえぐいじゃん。いや、時代的に何中やねん。何中やねん。20じゃない。5までしかない。多分4じゃない。なんかこうベーシックに1 3じゃん。じゃあ、ね、今中日ドラゴンズの立浪監督は摂津何中ですか。え、そんなにいるか。2。成功。あ、でも正確に言うと2から5です。正解ってことなんですか。2から1回やらない。正解がじゃあもう人数多すぎて入りきらんからどんどん作っていってたのよ。6でラッシュブルースとか見てた。見てます、うん、あれ見てから吉祥寺行くん怖い。鬼塚とか出会ったらどうしようみたいな。でもなんか八王子とかさ、あの三鷹とか行った時、これ東京なんて思った。思いますよね。八王子って思いません？思う。これ東京みたいな。千葉の方が栄えてるやんみたいな。本当です。本当です。入れ物違うね。なあ。書いてあるじゃん。どれ？本当だ。あ、ほんまや。あ、何これ？なんだよ。なんか。あ、でもレモンサワーでいいかも。じゃあいくよ、外ももいきます。3枚ですか。4枚頼んでるんで。
外もも行きます、外ももからね行きますよ。はい、最初はグッチョリグッチョリ。まった、俺めっちゃ負けてるわ。焼きます。なんだなんだ。最初はグー、ジャンキー、ほい。イエーイ。グイエーイ。よかった、つまま。じゃあ、うちも見とくか。最初はグー、ジャンキー、ほい。はい、これ、ほい。最初はグー、ジャンキー、ほい。最初はグー、ジャンキー、ほい。はい、これでしょ。いいよ。最初はグー、じゃんけん、ほい。勝ちにいってんじゃん。負けたくない、これ。最初はグー、じゃんけん、ほい。最初はグー、じゃんけん、ほい。うわー、ムカつく、こいつ。よしはやばい。そんなくなし。よしはやばい。サラリーマンの世界を分かってないよ。圧倒的差がめ。忖度分かってない。三回アイコでよしはやばい。いや、なんかお前ら先輩が教えてたからね。ああいう時はもう1回2回目まで来たらもう社長さっき俺食ったから俺いいっすよっつってっていう優しさをな、あお前優しいなっていうので評価上がるわけだ。こう1ポイント上がるわけやん。今もう下げることしかないもんね。よっしゃ、でも負けたくない。鬼のガッツポーズ来てました。負けたくないんでって言ってたね。塩とかいきます。じゃあいきます。私が声かけさせていただきますからね。いきますよ、みたいな。難しいですよ、この後は。いや、それでも対策と傾向ねって、俺が毎回何をしてるかを分析しとけよ、みたいな。最初はグー、ジャンケン、ほい。はい、これ、ほい。お前、ちょっとええやつやな。ええやつやな。結構リアルに予想は、オムさんと自分だけ負ける予定でした。いや、そんなん言うて俺は全部負けるつもりやで。ほんまはそんなん、だって俺いつでも食えんねんから。こんなん、別にあなたたちが喜んで、あなたたちが喜んで食べてもらう。ただちょっと俺にゲームを入れて楽しませていただける。そうえ、そっちの方が面白いやん。毎回5人前頼んでって、お前みんな食うて、じゃあ今日何のお祝いやるみたいな。そうそう、スロービー出ましたね。この結果しきた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 、作った人のねリスペクトなくしたらもう終わりよ。こんなん簡単にできるじゃんとか言った日にはもう、あ、そう、作ってもないのに言っちゃダメ、うん、そう言っちゃダメ、うん、あーやばいな、踏み間違えてるわ。あーうまい。もうなあ、ちょっとやばいな。いきますよ、トモ三角めちゃめちゃええ肉です。はい、いきます。最初はグー、じゃんけん、ほい。あいこで、ほい。イエーイ。いや、ほんまはグリコに食わしたかったのにな、俺。なに、ごめんな、俺いつでも食えんのにさ。ほんまお前食ったことないよ、お前に食わしたかったのにさ。さっきのほんま申し訳ない、ほんま申し訳ない、ほんま申し訳ない、ほんま貸してもらってね、貸したら貸したって。いや、だからな、もうグリコには俺が教えたのなんかこといっぱいあんねんで。そうっすよ、もううねるほどあんねん。むしろ自分らもそうっすか。そう、聞いてこいよ。何が分からんのかが分からへんから。そうですね。めっちゃ迷惑なんですよ。てか自分で学べみたいな。最近読んだ本の言うてみん、じゃあ一人それぞれ。これ本。本って学びやから。小説でもいいです。小説はさ。違います。小説は。もうなんかちょっと、まあ小説でもいいけど。あれですか、自己啓発本的なやつですか。
自己啓発とまでは言わんけど難しいな。何前持ち父さんのお父さん、え、読んだ、読みました、読んだんすか、あ、な、意味が分かった、え、あ、それはあの全然関係ない、全然関係ない、うん、置いて、けど金持ち父さん貧乏父さんは絶対読んでほしい、うん、お金の価値って何やねんっていうのをね、教えてくれるから、ロバート清崎さんが、ね、でその次2,3,4 って続編ずっと続くねんけど、あ、そうなんですか、そうそうそう、2からあのキャッシュクアドラント、キャッシュフォロークアドラント、そう、もうちょっと横文字になってきてわけわからんけどで3になってくるともうほぼあの英語の本読んでるみたいで、もうわけわからんしちょっと1でいいと思います、1だけで、もう2からわけわからんけど俺はな、でも一応3、4まで勝ったんだ俺、うん、うん、けどよう分からなかった、うん、まあでもそう、なんかすごいなって思ったね、うん、で、え、で、それでしょ、はい、はい、じゃあ僕はあの、ビーハバドリーム映画、いや、違う、なんかあの世界各国の活動家みたいな人が、ああ自分の自信国の現状の問題と、うん、その問題を解決したりどう取り組むのか、うん、あとその取り組みをして将来どうしていきたいのかみたいなのがまとまってた、ああちょっとまともや、いいよ、すごい、あ、それナイスです、はい、読み切ってはないですけど、サンクチュアリの、ああいいね、あの話の後、あ、いや、いいね、無料のやつで、あ、無料、まあ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 いい、オッケーオッケー、サンクチュアリ最高、あ、俺が、俺はね、もう絶対のだいっていうやつ、うん、あれですね、あの、ヤクザとそう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 、え、小原さんは最近読んだ本、え、あ、うん、あ、いいね、勉強ね、はいはいはい、うん、そう、これでみんな本読んでんなっていうことが分かっただけでもちょっと嬉しいですいや、アニメでも別に小説でもあるよね、で、俺が読んでる本言うとくわ、もう格の違いをな、はい、めっちゃハードル上げるじゃないですか言うで、ガーシーの死なばもろとも、いやいやめちゃめちゃおもろいな最近出てめちゃめちゃおもろい、ハードルめっちゃ上げて日本の闇を、で、彼はあの楽天の三谷さんと喧嘩してるから、はいはいはい、あえて楽天ブックスで売り上げを上げたいから楽天で買うかアマゾンで買うかを迷った、おお、なるほど、どっちで買う、自分らやったらどっちで買う、両方楽天っす、あえて楽天、あえて1位にするため、楽天っす、僕は楽天じゃ買わないから、あ、なんでなんかガーシーの方が正義に三木谷さんと勝ちて、あ、まあまあそれは俺も一緒かも、だから俺アマゾンで買っちゃった、ね、おもろいよな、面白いですね、うんうん、彼のやってたことはめちゃめちゃやねんけど、はい、なん参議院議員としてはもうだから何一回も国会に出てないし、まあちょっと問題はあんねんけど、ちょっとなんか一石投じてちょっとなんかあの国会議員もあの焼かれて真面目に不真面目にしてるやつは一回ここでガーシーに全部やってもらって綺麗にしてもらったらええねん一回、うん、そう思った俺買いのみ行き一回、はい、じゃあ行きましょう、はい、最初はグー、じゃんけんほい、あいこでしょ、おい怖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 い結構乗り切りくるんだよな怖いな先輩の闇が見えた怖いな、あ、ほなもうデザート行こうか、は
はい、デザートはね、これデザートはい、この4種類あ、下の文字だけなんだ。そう、下の文字は何ピスタチオだね。あ、ブルーベリーソースのアフォーガードが会員の人、はい、2つ、2つじゃ以上で20でいい。いや、これ読んでじゃんけんだし、うん、買い物勝ち。早せえ、早せえ。ブルーベリーブルーベリーミックス、はい、もうブルーベリーなんでブルーベリー5って言うときや。ブルーベリー5で。ブルーベリーです。ブルーベリーも、ブルーベリーも、これは2人組で。あ、そうですね。はい、昨日のタイミングで。お願いします。だっけこれ。これが買い組です。買い組だな。まあでも全般的にやっぱ柔らかいよな。そうですね。大きさの割に。うん。買い組ってどこ？ほぼ三角とか大体しか。うん、やっぱり新宿のわけわからん焼肉やるかも圧倒的にうまいわ。外人がやってる焼肉屋とか。そう、池袋も大概やからな。あそこやばいですよね。池袋で俺なんもう結構騙されてんで。焼肉ですか？焼き鳥とか。ああ、お店焼肉で騙されるのは新宿。あ、確かに焼き鳥とか新宿はまともなイメージ。なんかあのね、新店舗希少部位のなんちゃら焼き鳥にこだわった創業何十年とか言って大文句がな、もうあこほんで俺の先輩が焼き鳥食いたい言うからさ、あここ絶対ええやん。だ俺もまあでもうまかったらまた行けるやん、うん、いってでもコース料理を頼んどいて、でもその先輩と久々やったからめっちゃ話したかったから、いちいち注文するのめんどくさいからコース料理頼んどこうと思って、で頼んだらまあ、わあにゃにゃにゃって中国人で言ってさ、もうちょっぱなからね、うん、で、もうコース料理頼んでるからっつって、飲み物パーって頼むやん、で飲み物パーって飲み物出てきた瞬間にコース料理が一気に全部出てくる。あ、そういうパターンなんですね。っつってそう、ポン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 みたいな。最後冷たい、あれは引いた。そうね、焼き鳥ももうチンしたような焼き鳥、こだわりもくそもあらへん、これ家のか業務スーパーで買ってきた焼き鳥セットやろみたいな感じ。もう俺と先輩も名店なんだから食うて。でもコースなんですよ。そう、うん、安い結果でもまあその人もめっちゃ飲むから別にもう当てでよかったけど、はい、みたいな。池袋の焼肉屋だからもうね、もうちょっと気ぃつけなあかんな。これ何やったっけ、三角ね、あ、座布団か。座布団です。じゃあ座布団いきます、はい、最後のお肉ですよ俺、はい、最後なんでね、はい、空気読んで最後が一番大事だから。最後食えばもう一番いいね。最後食われるやつがもう一番もうどうしようもない、ね、イレギュラー出さないでくださいね。いきますよ。あれ一回も負けてなくない？そろそろ食うんちゃう？そろそろ食うんじゃないの？一回ぐらい負けや。もう2パターンしかない大体これ。まあいきますよ。最初はグーじゃんけんほい。あいこでしょう、あいこでしょう、あいこでしょう、アイコでしょ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 。優しい。優しい。まあ一応じゃんけんして一応。一応。じゃんけん。あ、よかったよかった。丸く収まった。丸く収まった。収まりました。負けたからじゃないで、別にもう最初からもうあげる言ってるからな、こっちは。最初からあげる。優しいな、そういうのは大事だと思うわ。よく負けましたね。ね。でもそういう風になるように俺が。あ、もう最初から。うん。あの話止めてなかったらそのまま言ったよ。一回も負けてへんなって言ったから負けんね。なるほど。そういうことです。うん、締め手前のね、これ何だっけ、ユッケジャンうどん、まあ絶対うまいと思います。ベリーソースのアフォガード、ベリーソースのなんちゃら、かけた、はい、おいしそう。